はい、こんにちは。本日は習慣化セルフコンパッション最終回ということで、習慣化を挫折させないためのポイント Part3 をやっていきましょう。昨日までは7つの大事なポイントがある中で5つを紹介してきました。今日は6つ目7つ目を紹介して締めくくっていこうというふうに思います。でセルフコンパッションとは一体何ぞやとか、これまでどんなポイント紹介してきたのに関しては、前回のですね Part1 Part2 の方をご覧いただけたらというふうに思いますので、今日は早速本題の方に入ってまいります。ということで今日まず6つ目なんですけれども、まずは失敗の経験を双方向から生かしましょうということです。失敗をした時にそれを生かせるリソースは何かないかなっていうことを考えるっていうことです。これは何かというと、失敗をしてしまったら全てが終わりではなくって、一時的なものとして捉えることっていうのがまずスタートになります。だから今日は失敗したけど、その失敗を乗り越える経験を自分は過去にしたことがないだろうかっていうふうに過去を掘り起こしてみたりとか、あるいは周りで自分が失敗したけど成功している人はいないかっていうのを探してみたりとかっていうことを考えると、でその失敗そのものの原因っていうのを考えていくのと同時に、この失敗を次何に生かせるだろうかっていう失敗のその先っていうのを考えていく、これが大事になってきます。だから失敗を生かそうとすることによって、失敗を受け入れると、今回残ったことは次のための必要な経験だったんだというふうにしていくと、それがセルフコンパッションを高めていくっていうことなんですね。は僕の事例なんかで言うと、2ヶ月前10月くらいはもうジムに行く回数とか家で筋トレをやる回数とか頻度っていうのがめちゃめちゃ下がったんですね。でもともとその筋トレを始めたっていうのが去年の10月に始めて、で2月の頭の結婚式とか新婚旅行のために体を絞ろうと思って始めたんですよ。で新婚旅行が終わった後は7月とか8月の夏に向けて、ちょっと恥ずかしくない体にしようと思って、筋トレを続けていったと。だから必ず土日にジムに行って、で月から金の平日っていうのは家のトレーニングルームで腕立てやったり腹筋やったりスクワットやったりとかっていうのをもう欠かさずやってたんですね。ところが9月10月になって冬に向かって、もう大きなイベントも特にないし、どうやってモチベーションを復活させようかなと。そのおかげで、まあ、週に2回ジムに行くっていうのは過労して保ってたんですけど、行ってもこれまで2時間3時間とかやってたのが1時間くらいちょろちょろってやって、もう今日はもうこれ以上やるとしんどいなと思ってスーって帰ってしまったりとか、家でも筋トレ全然やらなくなってしまったっていう時期が2ヶ月くらいあったんですね。でどうやって前くらいのペースか、あるいはそれ以上に成長させていくことができるかなっていうのをいろいろ考えた結果、そうだと、子供を守るために自分の体をしっかりと作っておこうと。そしたら筋トレのモチベーションっていうのはまず上がったんですね。今だったら以前にも増して、もう胸を追い込んだりとか足を追い込んだりとかっていうのが平気でできるようになったということなんですね。この追い込むっていうのをもっと前々から身につけておけばよかったななんてちょっと反省はしてるんですけど、まあ今がそれできてるんでいいと。でかつ僕ね、持久走大嫌いですよ。持久走大嫌いなんで、もう外に走りに行くとかジムでもランニングマシンとかも嫌いだったりするんですよ。でもこれどうやったらこう走って有酸素運動をしようっていう風に思えるかな。あ、そうだ、将来子供の運動会に出る時にかっこいいパパとして走れるように体を作っておこうって思って、最低5キロは必ずジムで筋トレをめちゃめちゃやった後に走るっていうのが習慣化ついて、で結果的に全身を追い込むことができるようになったということなんですね。だから目的をセッティングし直すことによってやる気も復活させて習慣化がさらに戻ってきたっていうことなんですよ。だからなんで失敗したのかっていうことを筋トレで捉えて考えた時に、そうだ、10月から2月までは結婚式に向けてっていう目的があったのと、で2月から7月8月までっていうのはプールとか海に行って恥ずかしくない体を仕上げようって目的があったな。ところが9月10月はなんとなくこう惰性的でやってたけど、そうだ、子供のために頑張ろうぜっていう目的をセッティングし直したら見事に復活して、11月12月はものすごいことになってるんですよ。おかげさまでバーベルも最大5キロ、2ヶ月間でプラス5キロもマックスを上げれるようになったっていうくらい成長ができたんですよ。はい、なんで失敗したのか、目的を持たなかったから。じゃあ次どうしたらいいか、目的を持ち直そうぜっていう風にしたっていうわけなんですね。これが失敗の経験を双方向に生かすっていう僕の事例でした。皆さんはどんな失敗をして、それを次どんな風に生かすかっていう考えてみていただけたらというふうに思います。続いて、7つ目ラストですね。失敗は成功のためにある。
ね、どっかの自己啓発本とかにもいろいろ書かれてそうなことなんですけれども、まあ、そんなね、なんかふわっとしたものではなくって、しっかりと考えることっていうのがやっぱりベースになっていきます。で、成功と失敗っていうのは一つのパッケージ、つまりコインの裏表なんですよね。で、成功のためには失敗っていうものはその何倍も何十倍もしなくちゃいけないということなんですよ。だから、一つの発明をするのに1000回も1万回も失敗してきたエジソンの言葉なんかもあったりしますけど、僕もバスケットボールでスリーポイントシューターだったんで、1試合スリーポイントを5本決めるようになるためにはもう何千本何万本ってシュートを打ってきたんですよ。で、そのうちの半分以上っていうのはやっぱり落としてきたんですよね。ただその1試合で5本とか6本とかのスリーポイントを確実に決めるようになるために、毎朝火曜日から金曜日までっていうのは5時に起きて6時に学校に着いて、で誰よりも早く来て1時間半ずっと黙々とシューティングをし続けるっていうような、こういった習慣っていうのを身につけてやっていったわけなんですよ。で、他にもテストで90点を取るために問題集を買ってきて、同じ問題で何回も何回も間違いを繰り返してしまったりとか、仕事で一つの制約を取るために何十本もこう断られてきた経験があるとか、一つの素晴らしい製品を開発するためにその裏にはもう何十何百の失敗とかバグとかが起こって、それを修正するたびに、修正しなくちゃいけなくなるたびに上司とか顧客から怒られたりとかっていう経験がしてると思うんですよ。で、そういった失敗っていうのは成長とか成功のための過程であって、その先に、皆さんが叶えたいゴールっていうのがあるわけなんですよ。だから今回の失敗っていうのは結局何かを成功させたくて起こったことなんだっていうふうに失敗を考えてみるという、そういうことになります。で、まあ、よく言われる話なんですけど、結局やめてしまったら失敗っていうのはもうそれで終わりですし、経験値も何も得られないんですよ。その状態っていうのは確かに楽なんですけど、何を得ることもできないですっていうことなんですよ。ポケモンで例えていくと、ポケモンで6匹までこう持てるじゃないですか。6匹持てるけど、試合に出れるのは 1匹か2匹か、今3匹までいけるんでしたっけ、わかんないんですけど、まあ1匹か2匹か出てって相手と戦って倒したら経験値得られますよね。でもその残りの5匹とか4匹とかっていうのは出てないから、確かにダメージも受けないし技も減っていかないから楽だけど、でも経験値得られないから、いつまでたってもレベル5のまんまだったりするんですよね。で、じゃあ何でもいいから失敗してみたらいいんだねって、何でもかんでもチャレンジする人っていうもいるんですけど、ちゃんと自分のレベルに見合ったチャレンジっていうのをしていかないと、これも意味がないぜっていう話なんですよ。レベル70のミュウツーがレベル5のポッポを倒し続けたとしても、経験値5しかもらえない。ところが70から71になるために経験値が2万必要だってなったら、ポッポ4戦隊倒さなくちゃいけないのって思ったらゾッとしません？そういうことなんですよ。だからレベル70のミュウツーが倒すためにはレベル65から75くらいのものを用意して、2回か3回倒したら次のレベルに上げるっていうような状態を用意しておかないと、結局何回も何回も繰り返しても、5、10、15、20っていう風に全然成長を実感できないっていうのが、もうこれしか育たないって言ったらもうやらなくてもいいかってなって、結局挫折つながってしまうと。逆にハードル高すぎると、レベル100の相手を急にレベル30自分より高いものを倒そうとしたら、これは今後歯が立たなくなって、こんな強いやつ倒すくらいだったらもう何もしなくてもいいやっていうになってしまって、もう何にもしないっていう状態になってしまうんで、そうならないためにも自分の今の現時点でのレベルに見合った失敗と成功っていうのを、ぜひ体験していただきたいということなんですね。で、成功に近づいていくと周りも応援してくれるようになるんで、その状態がベストっていうことですんで、これは今晩のあの人ならこう言ってくれるはずっていうものと掛け合わせてやってみていただけると非常にいいのではないかなというふうに思います。ということで、7つ目のご紹介も終わりました。改めて、復習をしていくと、7つのポイント、何があったかというと、1つ目、失敗と自分を同化させないっていうことですね。切り離しましょうということです。それから2つ目、これでも食って元気出せよっていう風にセルフケアをすると、自分の中にもう一人の相棒を連れ出して、で相棒だったらどんな声をかけてくれるかなっていうことを考えると、それから3つ目にやったことを記録して進展を図りましょうと、進展を確認しましょうということです。ノートに自分が例えば筋トレをやったんだったら、そのメニューと回数を変えてみたりとかして、後で1ヶ月とか半年とか振り返った時に、あ、これだけの回数やってきたんだなとか、あ、半年間で10回増やすことができたんだなっていう、その成長を実感していきましょうということです。それから4つ目に、あの人ならこう言ってくれるはずと、あなたにどんな人がどんな優しい声をかけてくれるのかっていうことを考えてみましょうと。それから5つ目に、失敗をプラスに変えるポジティブ思考法ということで、失敗をしてしまいましたと、でその原因を考えて、その対策は一体何なのかっていうことを考える。お菓子を食べ過ぎてしまったのであれば、お菓子を食べないためにどうするかっていうと、冷蔵庫とかお菓子ボックスにブルーホース、
食うなって張り紙を貼るとか、そういったことを考えていきましょうということです。それから3つ目の失敗の経験を双方向から生かすと、失敗したことと次に失敗どう生かすかっていう両方を考えることが大事ですよっていうこと。それから7つ目最後は失敗は成功のためにあるという、そういうお話をしてきました。これでですね、紹介してきた7つのセルフコンパッションを高めていくための方法、ポイントは以上となります。でこれ全部やろうと思ったらやっぱり大変になりますんで、1つか2つ自分の中でこれならできるっていうものを抜粋して試してみていただくっていうのが非常にいいのではないかなというふうに思います。数打ちゃいいっていうもんでもないんで、皆さんにとってやりやすいとかやれるって思うものから始めていくのが、結果的に7つ手を出してやれなかったものが1つ2つ出てきたら、これがまたセルフコンパッションを下げてしまう原因になってしまいますので、できると思うものを1つ2つから始めてセルフコンパッションっていうのを高めていただけたらというふうに思います。ということで本日の動画も以上となります。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。